イモチ病とは、稲に発生する主要な病気の一つ。単に、モチと呼ばれることも多い。欧米では、稲の動枯れ病、稲の薬病などと呼ばれる。そもそも、モチという名前が付けられていることから、推察できるように、古くから稲に発生する定型的な病気であり、最も恐れられてきた。イモチが広範囲に発生した補助では十分な、当熟が期待できなくなり、 大幅な減収とともに、食味の低下を招く。文書に初めて登場するのは1637年の、明における記録である。その後、日本、イタリアでも記録された。イモチ病は、稲が、カビの一種であるイ、稲イモチ病菌に感染し発病することで起きる。感染のメカニズムは、まず無償世代の分生子が歯に接触すると刺激で、 粘着質が分泌されて歯に付着する。分生子が湿度で発芽することによって付着器となり内部で生成されるクリセロールの圧力により菌子が口ククラ層を突き破って植物体に侵入する。それとほぼ同時に細胞内部にメラニンが生成されて細胞壁の強度を高める。このため現在胃持病用に用いられている殺菌剤は イモチ病菌のメラニン生成を阻害することで防除するものが多い。イネイモチ病菌のゲノム解読は2005年に達成され、その結果、イモチ病菌の染色体数は7であり、d n a は酵母の3倍、人の80分の1であることが判明した。イネの品種によっても、イモチ病に対する抵抗性には違いが見られ、コシヒカリやササニシキはかなり弱く、 秋田小町は波、日本晴れはやや弱い程度である。肺持病の症例説胃持病の症例胃持病菌の菌種と胞子胃持病はそれが発生する部位によって別の名前で呼ばれることがあるが発言の仕方が違うだけで原因となる病原菌は同一である。場合によっては発生した稲の株がそれごと故死することさえある。以下のような方法が有効であるとされる。 現在、主に用いられているのはなどである。かつては、酢酸フェニル水銀などの有機水銀経済が用いられていたが、毒性が強いため現在は使用されない。胃持ち病の発生を予防するという観点からは、次の方法が有効である。ただし、腰光を中心とした、現代日本の食味優先の作付け基準に従う、限り、 イモチ病に強い在来品種への移行は困難であると考えられる。このため、イモチ病に強く、かつ、良食味である品種の研究が進められている。2003年に登録された、チュラヒカリという新品種は、その成果の一つである。コシヒカリの持つ特性を残しつつイモチ病に強い、コシヒカリ BL という新品種も登場した。また同様の品種として、 2009年8月20日、愛知県農業総合主験場と石川県立大、国の独立行政法人、農業生物資源研究所などの研究グループにより、遺伝子情報の解析結果をもとに開発したチューブ125号という新品種が発表されている。近年では広く用いられている、殺菌剤に対して抵抗性を持つ耐性菌が相次いで発見されており、 問題となっている。2001年に初めて佐賀県で防除用薬剤に対する耐性菌の出現が報告された。現在、九州全県から北海道まで日本全国で確認されている。2013年には大分県でストロビルリン経剤に対する耐性菌の出現が報告され、山口県、島根県、愛媛県、福岡県、 そして岐阜県で確認されている。薬剤耐性獲得のメカニズムについては、ストロビルリン経済耐性菌については遺伝子変異が確認されている。塩水栓及び出指消毒の徹底や、系統の異なる薬剤の使用が推奨されている。稲の終了と品質、植民に及ぼす持病の影響を、クロリップ、ニコラスマネーチョ、 不思議な生き物カビキノコ金額入門。月地所管。2007年。P270 から272ニコラスマネー。P273。画期的な水筒新品種。チューブ125個を開発しました。胃持病抵抗性遺伝子のすぐ近くにある。食味を損ねる。遺伝子を取り除くことに。世界で初めて成功から。2009年8月19日。愛知県。 殺菌剤耐性胃持病菌の出現平成24年度病害中発生予察特殊法第1号病原菌ストロビルリン系殺菌剤耐性胃持病菌大分県農林水産研究指導センター農業研究部2013年3月11日2014年11月2日閲覧病害中情報ストロビルリン系殺菌剤耐性胃チ病菌の 発生と対策について、岐阜県、2014年9月25日、同年11月2日へツランストロビル陰系、殺菌剤とは、農業環境技術研究所。ありがとうございます。